息を止めて飛び込んだ線路で踏み出してく未来が少しだけ怖いな、ここにいようから、僕が言う言葉進め。時はどこへ、それぞれの道を今気づいてる。さよならさよならさよなら言うのは二度とのならざない。だらけつをブレーキランプ5回点滅愛してるのさよきっと何年経ってもこうして変わらぬ気持ちで過ごしの動画を見ていただきまして誠にありがとうございました。バズスピリットの柳とむつきです。よろしくお願いします。はい、ダイジェスト風にしてみましたけど、はい、どうでしたか？良かったんじゃないですか？どうでしたか？良かったんちゃうかな良かったですか？まあね、だらだら一曲見るより、なんかもうパンパンパンとかいつまんでね。そうそうそう。しかもね、このライブはいろんな曲ジャンル別でやったのでやりましたね。ね、楽しかった。バンドさんまでね。そうそうそう、生バンドでお送りしました。ほんで僕らも去年3月から結成して、去年2013年ですね。3月から結成して約だから9ヶ月で。なんと去年は100本ぐらいライブをやりました。はい、100本もやりました。多分大体ざっくり四捨五入してどんどん遠ざかってるから100本からどんどん。まあでも80本はやってるんで、あと20分は三重です。頑張りましたね。頑張りましたね。やっていきますけども、はい。でやっぱ来年もフリーライブとかいっぱい出て、とりあえず皆さんに会う機会をね、どんどん作っていって、それで興味持ったなとか、ましてはこの動画見て興味持った人も、まあね、ライブ来てくれた人も見てくれてるかもしれないですけど、持った人はどこに連絡しようってなると思うんですよ。それはでもこちらに出ちゃってる。こちらですね。出ちゃってる。さっきからずっと出てる。見えてる今。見えてると思います。見えてる？僕は見えてない。あ、見えてない。皆さんは見えてます。ここは？大体ここなん。大体この辺に。もうちょっと下かな。いや、この辺やと思う。この辺で行きたい。ありがとうございます。まあ Facebook、Twitter、ホームページ全部ありますので、ぜひ皆さんとね交流ができたらと思います。あとファンレターとかもねもらえたら。くださる方がいればね。まあ多分その大半柳可愛いって言われたら来ると思うんですけど、まあそういうのはちょっとねいらない。どんな欲しい。いやライブ良かったよとか、また行きますねとか。嬉しいねそんな言われたら。そうそうそう、貯金溜まってますかとかそういうお話ができたら。まだ食われます。ちょっと今それ隠れてるじゃん。いやでもね本当に僕らも。来年また突っ走って、いつかメジャーデビューを目指していきたいと思います。はい、それではね、最後まで見ていただきまして誠にありがとうございました。今後もバズスピリットたくさんライブして頑張っていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。それでは皆さんありがとうございました。せーの、バズスピリットでした。